それではこれよりセッション7コモンズが開く経営と平和の融合を始めさせていただきます登壇者をご紹介いたしますモデレーターは県立広島大学大学院経営管理研究科教授吉川なるみ様パネリストは県立広島大学大学院経営管理研究科専攻長教授江戸勝江様 ピープルワン・ジョイント・ストック・カンパニー研究・開発部門長ホー・チー・ズン様、レンヌ大学名誉教授、政治経済学、経済活動に関する政治的・倫理的な知識の構築を目的とした PEKEA の共同設立者、インターナショナル・コンビビアリストの共同創設者、マルク・アンベール様、 そして県立広島大学大学院経営管理研究科研究科長横山義則様以上の皆様です。それでは吉川様どうぞよろしくお願いいたします。はい。それではセッション7最後のセッションを始めたいと思います。私は県立広島大学経営大学院 経営大学院大学、えー、HBM S 広島ビジネスアンドマネジメントスクールの吉川成美と申します。本日はモデレーターを務めさせていただきます。よろしくお願いいたします。HBM S は短期的な利潤の追求やマネタイズできる価値だけを重視するのではなく、多様性のある個々人の価値、それから、えー、それはもちろんのことなんですけれども、それから、えー、組織や企業の価値。 そして地域社会の共有価値といったものを重視するマネジメントを追求しております。セッション7のテーマは、コモンズが開く平和と経営学の融合としております。このコモンズですが、これも HBMS の重要な研究領域の一つになっております。コモンズとは何かこれはえ皆様ご存知の通り、 ノーベル平和経済人学賞を取ったエリノワ・オストラムズが提唱している通りなんですけれども大変長い間ですね自然資源管理の中で議論されることが多くありましたしかし人類の進歩に伴ってコモンズをですね都市のコモンズであったりまあそういう場所で議論したりまたは最近ではテクノロジーやデジタルの普及に伴ってコモンズの価値というのも重層的に変化をしてきました でそもそもコモンズというのは、えー、それに携わる多くの人たちが、えー、共通の資源、マネタイズできないものもあります、そういうものをめぐって、より良くしていこうという形で、みんな,みんなが手を出してです、ね、より良いものにデザインして改良していくっていう、そういうものがコモンズの価値であるにもかかわらず、最近ではどうもそのコモンズの本質的な価値が浮遊しているような感じになってきております。 でこうした中、HBMS は昨年の8月8日にですね、コスタリカにある国連平和大学と提携を結びまして、平和と経営学の融合を研究していこうということになりました。HBMS が提携している、今日もあもご出演いただくわけですが、海外の提携校とです、ね、この平和と経営学をどのように融合していくのかということを、 今後国際平和経営学研究所というものを基盤に切り開いていこうというふうに考えておりますコモンズをそもそも今後どのようにデザインをしていくのかこうしたことも私たちマネジメントまたは経営を研究する側の大きなミッションというふうになっております今日はこのコモンズというものを再考していくいきながら経営と経営学を 経営と平和学をどのように融合して、それを何を目指していき、どのようなものを作っていくのか、そういったことを議論していきたいというふうに思っております。では、まず最初にですね、なぜ今、平和と経営なのか、この切り口から始めていきたいと思っております。そこでですね、まずはですね、うちのわが HBMS の研究課長でいらっしゃいます、横浜佳紀先生。 よろししくお願いいたします横山先生、今なぜ平和と経営学、なんでしょうか、えー。ピースとマネジメント、うん、なかなか結びつきにくい概念ではあるんですね。でまずあの、マネジメントというのは、どういう意味かと、語源をたどってみると、野生の馬を飼いならすということからスタートしているようなんですね。 でなんとかかんとかいろいろ努力をしながらうまくまとめるうまくやるという意味のようです。で平和に関しても同じことを考える必要があるんじゃないのかということで「ピースマネジメント」ということにチャレンジしてみようと思っているわけですが。 平和というのは崇高な誰も反対しない理念なんですね。で最大の欠点は時間軸がないといついつまでに成し遂げないといけないということがないんですね。ちょっと歴史を振り返ってみると第,二次第一次世界大戦の後、非常に沿線気分が強くなって。 1928年にパリ付戦条約、俗にケロック・ブリアン条約というのが締結されて、15国が批准したわけです。でにもかかわらず、第二次世界大戦が起こったわけですね。で、第二次世界大戦後、その反省でいろいろな組織ができ、いろんな条約ができる。 で仕組みは出来上がったでやっぱりそれによっていろんな抑止力というのは働いているように思います、えー、例えばあ皆さん当たり前と思っておられるかもしれないけど第三次世界大戦というのは起こってないわけですねただ平和というのは単に戦争がない状態だけではなく もっと積極的な意味が必要だと思います。で平和には時間軸特にセンスオブアージェンシーというものが欠けているんではないかと。でそのセンスオブアージェンシーを持ち込むということが大事なんじゃないのか。日本の教科の中に火の用心したい時には親がなし墓にあごめんなさい 親孝行したいという言い方があります親孝行ってのは誰もが反対しない絶対にやるべきことなんだけどやろうやろうと思ってるうちに時間が経ってしまうと。でそこにかけてるのはセンスオブアージェンシーということなんですね。もっと歴史を振り返るとギリシャ悲劇にアリストパネスの「 女のの平和というのがあります、えー、これはア,リスあのアテネとスパルタがだらだらと10年を超えて戦争をしているときに、えー、<laughs> 兵士の女性が両方の,しの敵味方結託し,たして、えー、セックストライキをやったという喜劇なんですね。 えー、で平和に時間軸を持ち込むという,のいうあの古い例はそういうことなんですが、えー、現代においてどういうことをやれば時間軸が持ち込めるかとある程度の戦争万人士で持ち込むことができるのは何だろうかというと当然平和をマーケットにするということだとでこれはあもう既に言われているんですが では平和,で平和を相手にして儲かるマーケットが存在するんだろうかと。一方ですねあの世界には戦争とか紛争を、えー、マーケットにして大きく儲けてるという人たちがいます。例えばアドナンカ・カショギ最近亡くなったと思いますが。あの 彼はあのサウジアラビア人だったんですが、えー、武器商人でしたでもう当然死の商人と言われたんですが非常にあの幅広く武器をトレードし敵味方にトレードをしそれですごい巨大な利益を得たんですね。で武器のマーケットっていうのは大きいですし今戦争がなくても紛争がありますから必ず 武器を求めるる人がいてて、えー、それで商売になってるわけです。で一方最近の新しい動きとしてサステナビリティというものがマーケットになってるんではないかと、えー、地球のサステナビリティというのが最初のテーマになったのは1972年なんですね、えー国連。国連人間環境会議 ストックホルムで開かれたんですが1972年に最初のテーマにでそこで初めてテーマにあったんですがえサステナビリティがマーケットになるかなという気持ちはかなり強かったと思いますがその後 IPCC とか SDGs とかの活動で関心は高まっているし最近の気候変動とか COVID-19 とか 出てくるとセンスオブアージェンシーというのがすごく高まっているということですねでそれで政府は規制と同時に緩和と両方をやりながらマーケットを作ろうとしているわけですし、うん、それにファイナンスが絡んでファイナンスとか資本が絡んできて 市場が儲かるようになってきているとであの儲けることは悪いことじゃないんですでそれがないとマーケットっていうのは出来上がらないんで当然のことなんですが平和もそのようなマーケットをマネージするということを考えるべきじゃないのかというのがあるわけですで金融とか技術を活用して抽象的な平和というものを具体的なマーケットメイクをすると。 いうのが社会システムのデザインだと思います。で、新しいでは新しい方向は今までの資本主義のような成長志向で考えるのか。いうと、今、吉川先生のお話にあったように。コモンズとして持続性を。追求するマーケットなんじゃないのかと。で、そのデザインの考察が企業に参加したいという。興味を持つことにつながるかどうかと。 いうこととが非常に重要であるとでだから理念かや思想のと議論から実践地やってみるという方へ動く時期ではないのかというふうに思うわけです。そ,した、えー、そ,そういうことを考えると時間が経ったなという気がします。あの私私事ですが私はあの2歳 えー、半に、うん、広島で原爆を受けているわけですね、えー、幸いちょっと離れた爆心地からちょっと離れたと思いましたが、えー、母親と弟は近いところにいたんでいろいろ大きな影響を受けましたでそこから70年80年近く経ってるわけですねでやっとマーケットを,を考えるという 時期が来た平和の平和のマーケットをシステムとして考えるという時代が来たなというのは非常に感慨深いものがありますそういう意味でいろいろな思いを持ってピースマネジメントというのを考えていきたいと思っております以上ですはい、横山先生ありがとうございます今のお話は本当にあのピースもコモンズもそうなんですけど何か私たちいつの間にか あのそういったものがですね手に届かない自分とはあの責任の素材として関係のないようなところねあの生きてきたようなところがあるのかもしれないですけれどもまあそういう意味では、えー、一人一人が担い手であるというところがあるのかと思うんですねで実際にそのピースやコモンズというものを実際のビジネスにどのように原動力として生かしていくのかというところに関しては。 次にお話を聞きたい方はです、ね、ベトナムのホー・チー・ズン先生です。今、ベトナムという社会は、若者や人々の力というものが非常に強くシフトしてきているなというふうに思います。今、世界的に見ても、やはり大きな国家の力っていう秩序というよりは、民衆の力ですとか、若者の力っていうことに関しては、見逃せない大きなパワーシフトが起こっているんじゃないかと思いますが、ホー先生。 Xin chao. Xin Thank you for joining Good afternoon. I am sorry that because uh, technical problem, I cannot hear from the headphones. So is it possible now I can speak directly or I use headphones? Harumi sensei? I think you can speak directly. Yes. Thank you. Uh, thank you. Sorry for the technical problem. Okay. So, uh, thank you, Narumi Sensei and uh, distinguished guests and ladies and gentlemen. Uh, good afternoon. I'm delighted to be here today for the session number seven with the topic Integration of Peace. Business and management. I'd like to thank the Hiroshima Business and Management School for organizing this event and giving me the chance to speak here. So, ladies and gentlemen, there is a thought that business and peace are opposing concepts, but growing evidence of their association suggests that firms. Should not be excluded from the stakeholders working toward peace. Firms can promote stability and foster peace in five broad ways providing jobs and economic opportunity, respecting rules of law as well as international labor and environmental standards, opposing Principle of corporate citizenships, conducting risk assessment unique to the political environment in conflict affected regions, and in some circumstances, engaging in track to diplomacy. So, thanks to a limited time, in my speech today about Vietnam's sustainable business and positive peace building, I wish to touch. On the first two points, based on my personal observation. As we all know, that peace is a key component of sustainable development. So in this speech, I would like to use Garantum concepts of peace, which is peace as a synonym for all other good things in the world community, particularly. Cooperation and integration between human groups. So he refers it to as positive peace. So now allow me to start with uh, the first point the economic activity. The first issue in this point is uh, providing jobs. So in the first quarter of 2021, Vietnamese labor were estimated at uh, around 50 million people. The national unemployment rate were estimated at 2.2%. So, in the context of the economy affected by the COVID-19, these figures were considered as good results for Vietnamese firms in terms of providing jobs. However, at this other side of the point the unemployment insurance system and the social security system in vietnam are still incomplete to serve the workers well besides the labor force participation rate the rate of trained workers the percentage of young people who are unemployed and do not participate in study and training Employees' income, untapped workforce potential, and etc. All of these criteria of Vietnam are ranked low. That shows the sustainability of the work of many workers is not high. So, moreover, potential contradiction can arise when workers lose their jobs and must accept low income and simple jobs to feed themselves and their families. the second issue in this point is transferring technology. for domestic transfer, uh, there are several bright spots in technology in vietnam, uh, which are in the field of uh, information technology. many modern technology have been successfully transferred and applied. Uh, such as digital telecommunication fiber optics and especially 4g um, and 5g technology for foreign, for foreign transfer so vietnam's space technology industry has recently made a new step which is successfully manufacturing and launching micro dragon satellites this satellite was developed by 36 Vietnamese engineers under the training and guidance of Japanese experts. On the other hand, technology transfer activities between institutes, universities, and research institutions for firms are limited, narrow in scope, and spontaneous the technology transfer between domestic firms is still few and technology transfer from abroad only account for 1%. so the rate is really low. now i would like to turn to the second point, is rule of law and international standard. it means firms that respect the rule of law, and abide by international labor and environmental standards can contribute to peace. Let me give you an example of Vietnam's marine economic development. The government has set a target that by 2030, Vietnam will become a country with a strong marine economy. And now, please. Take a look at some results in the fisheries and sea travel that Vietnam has achieved. The export turnover of the whole seafood industry reached 8.6 billion US dollars in 2019. Sea travels account for about 70% of the country's total tourism revenue. The growth rate of income for tourism in the last 15 years is more than 24% per year and the number of international tourists to the coastal area increase every year and currently account for nearly 80% of total foreign tourist traffic in the country. However, on October 2017 the Europe Committee decided to impose the yellow card for Vietnamese seafood on the ground that it violated the principles of program against illegal, unreported, and unregulated fishing activities. The reasons are errors in certifying fishery product caught, the fishing vessel monitoring system has not met. The requirement and the fishing vessel violate foreign waters. The level of administrative sanctions for violation in exploitation is not similar to some countries in the region and internationally. For sea travel has developed rapidly and strongly. So it causing a serious problem for marine environmental pollution for many years. The increased number of tourists lead to the generation of large amount of waste, surpassing the capacity of waste management, collection and treatment of marine resources. And waste has not been collected and treated properly, leading to uh, environmental pollution. Uh, waste has not been uh, Especially for some coastal beaches near res a residential area, the most typical example is Fukuok Island. Since uh, 2019, there have been many pictures and information shared about the pearl island is re really in danger because of environmental pollution. So, to conclude, I'd like to summarize. My speech as follows. The participation and contribution of firms in creating sustainability and peace for a market, for a reason, or for a country is undeniable. And the peace itself is a foundation for firms to develop. The second part is. Uh, by providing good jobs for workers, ensuring a quality life for them, using advanced technology, protecting the environment and complying with legal requirements. So firms will protect the interests of all stakeholders who are not creating conflict between them. That is the basis for firms to develop sustainability. 先生ありがとうございいますはいえー、今、あの主にベトナムの経済活動や国際法の,の遵守 または、まあ、国際スタンダードの部分,のあのの部分のにも触れていただきましたが発展とともにその課題というのも当然あるわけですね、ただしあの今日のスピーチであの触れられた点もありましたがどうでしょうか、江戸先生そのサステナビリティということに関してはベトナムはあのいわゆる私たちが、まあ、実際に、まあ、10代や20代の頃にですに、ね、開発途上国ということに対するイメージと全く異なるやっぱりサステナビリティ 最初に念頭に置いた発展の仕方をたどっているように思うんですけれども、実感としていかがですかはい、ありがとうございます。And、thank you, Dr. z とまあ今、ちょうどお話しいただきましたけれども、私も、えー、今回あの、方先生のところでですね、いろいろとベトナムお邪魔をさせていただきました。特に発 をしなながらとというようよことで、まあ、企業そのものがいわゆるサステイナビリティといったもの自体の概念、えー、と相まってですよね、えー、非常に強く意識をですね持ちながら進めているという印象はございます。まあ、いくつか企業挙げると、私が。あの ベトナムで好きなレストランが1つあるんですがフォーピースというレストランがございますが、まあ、そちらはです、ね、やはりサステイナブルあるいは本当にまあ名前通りピー,スピースもそこかけてるんでしょうけどそう,、ね、あのそういったようなところがです、ね、非常に見え隠れするそのような市場形成になっていますしいわゆる経済の発展のともにですよね いわゆるピースだとかサステイナビリティといったものが進化をしていくそういう状況ではなくて一緒になりながらですよね発展していってるんだろうなという印象はあります。 で一方で、このポジティブピースというお話をいただきまして、企業といわゆる労働の話もあるかと思います。それも一緒にですよね、達成させるような形、すなわち社会的な価値、経済的な価値、これをですね、両立、あるいはもしかすると、もう一つ違った軸でですよね、コモンズ、こういったものも考えながらのいわゆる 発展の仕方といったことが言えるのではないかなというふうに私はですね、ズン先生の話を聞きながら思った次第であります。ありがとうございます。まああのプロソーシャルっていう言葉も今ありますけれども、あらかじめより良い。 まあエシカルなという意味で、今、ご紹介いただいた、フォーピースのお店ですとかも、日本人とベトナム人の協力の中であのやっている、非常にあのいわゆるフォーブスなんかの、注目を浴びているビジネスモデルだと思うんですけれども、そういったものが若者たちに大きく支持をされて、そういう経済を伸ばしているという意味では、全くあのまあかつての国際秩序の中での発か。 途上国っっってていいたスキームはもうう全くななんだなというふうに思っておりますではあの次にですね、あのまあ経済発展という意味ではですね、もう実際にまあ日本も同様なんですけれども、あの経済発展を終えて、まあ、脱成長というようなキーワードも見え隠れするような中、えー、フランスのマルク・アンベール教授におつなぎして、 現在のフランスの、まあ、脱成長的な部分でも。どのような社会発展のあり方があるのかというところ。を触れていただきながら、お話しいただけたらなと思いますが。マルク先生。マルクアンベル先生、ボンジョー。can you hear me?。so please。オッケ Thank you very much. So kun Minasan Konichiwa. Uh, good afternoon to everybody, ladies and gentlemen, dear colleagues. Thank you very much to the organizer for this very relevant session. I must give a special thanks to Narumi Sensei uh, for this opportunity to share with you. My point about the theme you have chosen to discuss all together—a theme that is in fact uh, the main issue of our time—our planet is in danger: global warming, extension of biodiversity, and in the meantime, three billion people, 30 percent of human beings. Do not access food enough to be in good health. This is a terrible issue of our time. I will make two points. A first point about the diagnosis. What is the problem to solve? What is the main issue of our time? And my second point will be uh, to try uh, to find a solution. How to get what we really want and to get out this uh, mess. First point, diagnosis of the main issue of our time. I have three remarks to make. First, it's really a general world problem in Japan, in France, in Vietnam, everywhere, because it's Questions the general rule of action for people, individual territories, enterprises everywhere. And because almost all the world has adopted freely or not two main principles of the general rule of action brought by Western countries in the past which principles first let individuals and enterprise decide freely what to do they will be coordinated by the markets everyone tries freely to get her or his profit and the invisible hand of the market will deliver the general interest make trade don't make war trade is peace Second principle let scientists, technicians search freely everything, exploiting natural resources, and their advances will be transformed by enterprises in the market on new, with new, more diverse products in ever more high quantities. Growth will continue forever bringing prosperity. This is the two principles of the general rule. Remark, sec, second remark. It's really a world problem, even if the use of these principles of this has been a little different in different countries. Above all, two differences. First, certain countries have used market as wars to get power on the others there is a hierarchy of nations example vietnam after china japan in the past try to catch up with the more advanced countries it is a battle second certain countries are trying to regulate the markets despite a huge international push by neoliberalism for deregulating. And my third remark the situation, our situation is the outcome illustrated by the following facts. Fact one people, individual enterprise who have been freed, have made competition, economic war. To be in the top GDP, in the top rank of Fortune 500, to be the wealthiest people. This is a state of facts. No limits, no solidarity. Second fact the exploitation of natural resources and the lack of any consideration for pollution, degradation of environment, carbon emission, no limits and now our planet is in danger more global growth would mean at least climate warming and degradation of biodiversity and despite world meeting in rio in 1992 kyoto paris etc and despite so-called corporate social and environmental responsibility signing the global pact the situation is that we have today a very, very dangerous for our planet. This is not the situation what we want. Thus, I turn to my second point, my second point about the solution to this issue. How to get what we really want? we need to attack this problem at its roots. first, i will say by my hypothesis is that we must question the meaning of peace and prosperity as targets. what do we really want? my second hypothesis, hypothesis is that we cannot get what we want without changing the general rule of action. to do that, we need to introduce ethics, which must be explicit. It is an important change. Economics, classical economics, is based on calculation, letting apart any moral consideration. It is supposed to be scientific, it is based on the liberal political philosophy. I have two remarks to make. First, I believe that we want a common good. Common good is not a calculation of interest. Common good is what we think every human being deserves to access to. Within a community where everyone is living happy with the others, this means that we are in common some goods, sure. Public services, roads, public transportation, postal services, education, health, and good administration, so that everyone's life is of equal dignity. Everyone participates in the decision to organize the life of the community. Decision must be taken after deliberation on the creative proposition presented by free individuals and groups. Citizens in a democracy may act like that. And have to contribute to the production of common goods and also production of private goods that will be exchanged in the markets. But regulatory bodies will monitor the actors on this market to avoid excess power by some of them and excessive exploitation of natural resources or degradation of the environment. That is a responsible moderation. By enterprises and individuals. With private productive activities and the production of common goods are organized on local territories, which play a prominent role to guarantee that cooperation and sharing prevail over egoism and competition, that emancipation and initiative prevail over bureaucracy and technology. This is a general rule of solidarity. The liberal paradigm should be subordinate to limits and to solidarity. This we name a convivial society. Grassroot actors, citizens, enterprises, local authorities may mobilize to make advances in this direction. But their worth success depends on the chance of the general rule convivialism try to explicit what are these rules i have condensed it in four principles first the principle for responsible moderation to avoid excessiveness it guides the abandonment of productivism and of gigantism it is a reference to the ecological transformation. Second, principle of equal dignity to eradicate all discrimination. Anyone can pass anyone with a head up and exchange a friendly hello camera, reference to conviviality. Third, the principle of solidarity freedom to combine the collective and the individual. So that cooperation and sharing Prevail over egoism and competition, emancipation and initiative prevail over bureaucracy and technocracy, reference to social transformation. And last, for a principle of creative deliberation to forge the common on diversity, so that oppositions become constructive of the objective of living well together, reference to democratic. Transformation. This is a bottom-up approach, mobilization of territories and enterprises for solidarity. Individuals are to team together to undertake activities, and uh, enterprises are doing with uh, wider communities the necessary uh, activities to do that in a spirit of solidarity. It's been building of many commons, many uh, um, existing commons to extend to public services, education, wealth in an independence with wider territories to extend human solidarity from the local to the global, from the existing countries in the planet to the whole planet. Thank you very much. ありがとうございました、えー、この話はですね、あの冒頭の横山先生の話に非常に通じるなというふうに思いました。えー、私、最初はあの、えー、脱成長と申し上げましたけど、えー、これはあの成長の話です。やはりグロースの質が変わったのかなというふうにも今思います。で横山先生、あの今のマルク先生の話、いかがですか。はい、あの、うん 時代精神という考え方がありますねある意味では、えー、こ,れまでこれまでというか、まあ、まあ割と最近まで、えー、成長はいいことだそれは GDP の成長だそれは競争でやっていくんだということだったんですがそれ自体が大きく変わった とといいうことはないんですけれどえ企業は今までシェアホルダーズ・バリューとあの株主価値ということを考えてまたそれを言っていたわけですね。株主ににいいいいここととととはみんなにとっていいことだとでもそれはやっぱりおかしいわけで株主にいいことはほかの人にとっていいことかどうかわからない。 したがってこれあの最近ではシェアホルダーズ・バリューとじゃからステークホルダーズ・バリューの方へ転換しているといういろんな関係者それはいろいろあるわけで,でコンペッターも関係者なんですね広く考えればでも,もう基本的にはコミュニティだとかそういうものを含めて消費者も含めてシェアホルダーズ・バリューから転換しようじゃないか。 ステークホルダーいろいろいるんだそれのバリューを考えようという方向に企業はじわじわと転換しているように思いますそれとマッチした形で SDGs ということが言われるようになった、えー、最初はまあ標語かなという感じでいたんですがその元の精神にある誰も置いていかないという考え方というのは 極めて新しい考え方だというふうに思います。うん、で,す、ねで、一応ですね、あのどこまで本気で信じているのかわからないけど、企業はシェアホルダーズバリューということからステークホルダーズバリュー、そして S.D.G.s に転換していってると思うんですね。で、あ、もう一歩かなと。先ほど死の商人の話をしましたが、平和の商人。 という概念が出てくるようなマーケットが出来上がるほんの直前まで来てるんじゃないのかとそれは GDP の成長だとか競争だとかウィナーテキソールとかそういう感じではなくてえみんながある程度のベネフィットを受けるそれに参加していることが喜びであるでしかも それをの中で活躍する人たちはそれなりの利益を得るというようなこれは成長とか脱成長とかいうのを超えたある種の感覚だろうと思います、うん、うまく説明できてるとは思いませんがそれが基本的にコモンズというものを盛り立っていこうというのと非常に 近い考えで、それが新しい時代精神になるんではないかなというふうに思っています。時代精神の中に、今、マルク先生がコモンズに対して、コモンズの持っている本質的な役割や価値というものを取り戻してくださるようなコメント、あのスピーチをしていただきました、えー、コモングッドとおっしゃいましたけれども、日本語では共通禅というふうに訳されました。 えーまあ、こういうあのコモンズに関してもそうなんですけれども、この,後のあの流れとしまして、そのサステナビリティの部分も少し考えていきたいと思うんですね。江戸先生、えー、サステナビリティという言葉が本当にあのマーケティングの中にもずいぶん定着したなという感があるんですけれども、今度それをですね、えー、コモングッド。 共通点というところに引きつけた場合に、ですねどのような今後、えー、パースペクティブ、えー、近く変動が起こるでしょうか、お願いいたしますはい、ありがとうございます。あの今ちょうど、えー、吉川先生にも、えー、おっしゃっていただきましたように、まあ、私、マーケティングを、えー、ある意味ではですねあの研究させていただいてますが、まあ、マーケットの形成。 あるいはコンペティターだとか、あるいはステークホルダーという言葉を、今ちょうど横山先生からもいただきましたが、まあ、マーケティング自体もです、ね、この定義自体の中にです、ね、ステークホルダーに対してというような言葉もです、ね、入ってきたぐらいでございますんで、まあ、そういったような視点からです、ね、マーケティングとサステイナビリティといったようなところからお話をできればというふうに思います。 あの5年前でありますけれども、まあ、私、マーケティングをやらせていただきまして、こちらのですね世界平和経済人会議にフィリップ・コトラ先生がいらっしゃったのをです、ね、私もよく覚えております。まあ、コトラ先生とお話しさせていただきながら、ピースマーケティングって本当にできるんであろうかというようなことをですねお話をさせていただいたと、そんなような記憶が実はございます。 ただあれからですねやはり5年の年月が経ち、やはり大きな変化、特に平和とマーケティング、あるいは平和と実際にサステイナビリティこういったものを取り巻く環境といったものは大きく変化したというふうに考えられます。 琴倉先生が当時、5年前にですよ、ね、このピースとマーケティングというような話をされたとき、そこでの大きな基本的な命題といったものは、多分どのようにして平和をつくっていくかと、マーケティングの技法を使ってというところが、多分大きな命題であったんではないかと思います。すなわちそこでは えとその後の小倉先生の著書の中でもですねありますように、マーケティングピースという言葉を使っているんですね、ピースマーケティングではなくて、マーケティングピース。その時のマーケティングということばは、動詞として使っていると、いわゆるピースをマーケティングするんだというような形で、いわゆるえーマーケティングのですねツールを使いながら、いかにピースを築き上げていくかというようなことをポイントとしていました。 まあそれはある意味で、1969年に小虎先生らが、このマーケティング概念の拡張といったものを用いて、いわゆる経済的な取引といったものを、マーケティングをしたら対象とするのではなくて、交換価値、これをしたる対象にしていけば、いわゆる非営利組織、あるいはいろんな組織や個人といったものがマーケティングができる、そういったようなことをですね、言ったことを考えていく、延長線上として考えていくのがまあ妥当だというふうに思います。 まあそこからですね5年ほど経ちまして、やはりこの平和経済人がを取り巻くです、ね、環境といったものは大きく変化したものだというふうに思います。スライド、パワーポイントを出していただければというふうに思うんですが。 今まで2016年、一番最初に小倉先生がこのピースとマーケティングの話をしたときから、ですねやはり大きく変化をしていること、3つほどあるのではないかというふうに思います、まあ、特に日本においてですが、まず一つ目、企業のですね SDGs に対するムーブメントといったものがやはり高まってきたと、二つ目、自然災害のいわゆる恒常化、これによってですね生活者が大きく変わってきていると。 そして3番目、皆さんもご存知のように、コロナウイルスの蔓延といったところがですね、やはり大きな影響要因として、ここ5年ほど、サスティナビリティ、ピース、こういったものを取り巻く環境になってきているんではないかなというふうに思います。さて、1番目ですが、まず企業と SDGs のムーブメントについてです。こちらはですね、まず、サスティナブルな社会といったものですよね、作っていくために。 いいいろろな企業が動きき出してきているというとうこ,この企業が実際に動き出していくために、やはりこの CSR というもともとの発想で社会貢献といったものもあったんですが、それに相まってですね、このやはり、 企業といったものはある程度利益を作り、そして市場の中でビジネスを行っていくというような視点から、やはり社会的な価値と経済的な価値と呼ばれているものをいかに両立させていくかということにポイントを置き出してきたと、でそれが可能になってきたというようなことから、ですね、まあ、先ほど横山先生もおっしゃっていただきましたけれども、いわゆる市場形成といったもの。 が可能ににななってきたととといいいいううころではないかというふうに思いますその中でも、いわゆるピース、SDGs の中で、やはり基本的に平和といったものがですね重要な要素として入ってきている部分ではないかというふうに思いますが、まず1点目、この企業といったものが、 いわゆる、いかに市場形成をしながら、いわゆるこの平和だとか、サステイナビリティだとかといったものを始めだしたということが、まず2016年以前とはですね大きく変わってきているところではないかなというふうに思います。 2つ目、自然災害ですが、もうこちらの方は本当に北九州、2016年ですね、豪雨がありました、私も実は今、防災マーケティングという形で、防災とマーケティングについても随分やらせていただいているんですが、やはりですね、マーケティングと言われているもの、 がいわゆるこういった自然災害に対しても取り組んでいけるんだ、同様に平和に対してもですね、ある意味では可能性といったものが存在をしているというところで、民間企業といったものがいわゆる入ってこなければいけないと、一方でコロナも同じですね、コロナといったものがいわゆる今のところですね、なかなか収束するに至ってませんけれども、いわゆる ただ単に行政、あるいは政府、自治体などによる限界、予算も限界があります、財政の限界、あるいは人手の限界というともある中で、ですよねやはり民間企業がどうやっていわゆる入ってくるか、そしてその中で、ですよねいわゆる何らかのビジネスを行っていくというようなことが今言われているわけです。でそうすると ある意味では、ですね新しいサステイナビリティの形、えー、新しい平和のパラダイム、新しい平和といわゆるビジネスのパラダイムといったものを考えていかなければいけないというようなことで,で、すね、えー、我々もですね平和経営学というような形で考えている次第ではございます。 で県立広島大学の経営管理研究科 hbms ではですねこちらの平和経営学のための研究所を作る準備委員会といったものもですね今現在進めておりますこのニューパラダイム新しいパラダイムであります ピースビジネス・マネジメントというふうに私は呼んでるんですけれども、まあ、こういったものをです、ね、いかに進展させていくかというようなことが、ある意味ではこれからのですよね市場形成、あるいはマーケット、あるいはマーケティングにおいて重要なことなのではないかというふうに思います。まあ、そんな中で、本日ですね、マルク先生にお話しいただきました、いわゆるコモングッドの考え方。 ある意味では、経営哲学、あるいは経営の基本的な理念の中に入ってくるんだというふうに思いますが、これをですねいかに実践的にやっていくかと、それがある意味ではマーケティングに求められていることであるかなというふうに現在、思っておりまして、これからのですねマーケティング、あるいはサステイナブル・コモンズというような話をですね考えていければというふうに思っておりまますごごごあありりががととううざざいいいしたはます。 それではあの今の話を受けて、えー、もう一度、ベトナムの保先生につないでみたいと思ってるんですけれども、ホー先生ホ保先生 it,、um, can you hear me? Yes. Alright. So, can I ask some comment towards the、uh, peace marketing just、uh, delivered by the Professor Edo? or the Conviviality, Professor Mark, uh, Mark Campbell suggested by the power of a citizens' partnership in Vietnam. How about this? Yeah. Uh, thank you, Narumi Sensei, and thank you, Professor Mark. Uh, I find your your speech is interesting, and I understand that uh, from. Uh, Professor Mark that peace and pro prosperity are the two sides of the common goods. I believe uh, this peace and prosperity is very important for the business. And uh, if there is no peace, so the enterprise or the firms will lose the foundation to become pros uh, prosperity so <clears throat> in my opinion i think peace need to come first and then prosperity come later so thank you very much for for that uh narumi sensei, i also can have a comment for Edo Sensei, all right? Yes, please. For peace marketing, right? Yes, please. Okay. Thank you. Uh, so, Professor Edo, uh, it seems peace marketing is uh, similar to social marketing. Mm -hmm. uh, to me, the peace marketing tries to influence social behavior and to change attitudes, habits and the benefit of the society in general. In marketing, we believe that people don't look for product first, but they look for solution to their problems. So peace represent one of those solutions that any human beings is interested in anyway how can we speak of satisfying state of the world and the satisfaction of people in the time in a time in which many countries or state on the planet a lot huge some amendment and production of mass destruction arms, being why poverty and hunger are extending, environment is deteriorating, and resources are running out, and many people have not access to education and minimum living condition. So what do you think about this, Professor Edo? 江戸先生一言お願いどうも。ええー Thank you, えと私が今おっしゃっていただいたようにやはりこのピースマーケティング2つ視点がやはりあるかというふうに思います一つ、えー、おっしゃっていただいたソーシャルマーケティングの視点が一つであるかと思うんですが、まあ、実際にこのソーシャルマーケティングによって人々のいわゆる態度や行動といったものを変容させるこれがまず一つあのソーシャルマーケティングの大きな部分だというふうに思います。もう1つ、ね、やはり重要なフェーズとして ソサイエテルマーケティングという形でもともとレイザー・ケリー辺りが1970年代に社会的な責任としてのマーケティングみたいな形でえ言っていた部分があるかと思うんですけどそこを発展させるような形でもっともっと企業が社会的な責任を超えて 今言ったように貧困の問題だとか、あるいは労働の問題といったもの、あるいは環境の問題といったもの、そしてさらには平和の問題も取り組んでいく、この2つの視点、パースペクティブが必要なんではないかなというふうに思ってまして、そういう意味で新しいフェーズに入ってきたというようなことを申し上げている次第です。はいます。えー それではだんだんお時間となってきているわけなんですけれども、あのマルク先生、マルク・アンベル先生、新しいフェーズに入ったというところで、マルク先生のお話も今日は非常に私たちも刺激的に伺っておりました、コンビビアリティについて、それからマルク先生は日本でのご経験も非常に長くて、共通禅というあウェルネスの部分も引き出されてきたわけですけれども、今日の皆様のお話聞いていかがでしょうか。 Yes, I, I would like to say that I have uh, uh, listened attentively to all the panelists and thank you very much to uh, Professor O, Professor Yokoyama, Professor Edo. And the discussion was very, very interesting because um, all three, and as a lot of people, and you, Narumi sensei, are people who are willing to improve um, our situation, not only personal situation, the situation of our people, and also of the people of the world. But the task is is really terrible. We are facing uh, many, many difficulties. I would like to say one word about uh, um, uh, each, uh, uh, each uh, uh, presentation about peace marketing. in fact, uh, i do think uh, the french montesquieu said that there is a do commerce, a gentle trade. Uh, like normally, trade is something really pacific, is to uh, help people to get some products they have not. and so marketing is normally the operation, uh, to say to people that we are doing a very good product, we are delivering a very good service, and this is uh, very interesting to improve your quality of life. So, by essence, marketing is good. But in fact, the practice of marketing is bad because uh, the, sometimes, but it is not. The general uh, situations sometimes marketing is the art to make people buying something but they don't need, and this is bad marketing. So marketing in essence is necessary when we have not at your door all the things you need. You need someone explaining where you can have this kind of thing. For the stakeholder uh, mentioned by professor yokoyama versus shareholder, i agree with him. certainly, it's very important. but i, I am remind milton freeman said business, the only task for business is to make profit. and this is true, because if you don't make profit, you disappear. and with, as you are in competition, if the value of your enterprise is low, you will be uh, bought by another enterprise. And we have a huge phenomena of concentrations of enterprise throughout the world. And even at the level of the global level, and it is very difficult uh, to stay independent for a small firm. And finally, I, I would say a word about uh, Vietnam. I think that Vietnam is, uh, uh, is trying uh, to uh, have a, a small piece of the world cake and is coming late. Uh, France. Was a colonial power against Vietnam. When I was one, one of my memories of war was the war against Vietnam, but France lost in 1954 at Dien Bien Phu. And then France was going to Algeria to make war until 1962 and now france is making war in mali so war is everywhere and uh, it is very difficult for vietnam to say we are peace we want to peace yes and i understand really profoundly professor ho who is uh, pointing that in the world with so many armament and France in one of the leaders of trade in trade of arms, I think it's very difficult to do that. So we need to change the general rule, to mobilize ourselves as our citizens, as enterprises, as local authorities, as people of goodwill to change the general ethics and the general political philosophy from one from freedom to do what you can, from one to solidarity, you do what you can to help the other for cooperation. Thank you very much. Thank you very much. お願いしますす最後ですねちょっとあの視点を変えてお話ししたいと思うんですが非常に個人的なことで申し訳ないんですが私は船でサイパン島に行ったことがあります。で船の中から海を見ながらもし10年早く生まれたら。 というのはあの私の父は非常にあのあの年取ってからの子供なんで10年早いというのはありえたわけですがそしたらこんな船じゃなくて輸送船に乗ってたかもしれないなとで潜水艦攻撃を受けて沈没して死んでたかもしれないなとあるいは運薬サイパン島についても、えー、玉砕したではないかとほんのちょっとの時間の差で。 生死が分かれるんだなと。うん、今サイパン島というのは中国人の観光地になっていて、バンザイクリフというのはみんな誰も知らなくて、そこで新婚の,あの若いカップルがあの記念写真を撮ってるという感じなんですよね。で、まあ私も年なもんだから直接の戦争の体験はないんだけど、やはり身の回りであの。 ビビッドにそういういいのを感じているわけですがもう一つ申し上げたいのはこ,のこれは北方アリューシャン列島のアーツとキスカという2つの島アーツ島は玉砕しキスカは5,200人の全員無事に帰ってきたと輸送船で帰ってきたとほんのちょっとしたことが人生を分けてしまう でそれは司令官も非常に素晴らしい人だったんですがそれと同時にいろいろないきさつの中で一方は玉砕一方は無事日本に帰ってくる。で実は今最近フジフィルムの社長になられた後藤さんという人のお父さんはその時生きて帰ってきた。 兵士でであったわけですねでなんと命というのは危ういものかという感じがするんですが、えー、最後にコンビビアリティという言葉は日本語で言えば強制かもしれないだけど強制というよりコンビビアリティと言った方が、うん、フランス的というよりは何というか。 やっぱり命はつなぐもんだなというちょっと意味が違って取ってるかもしれませんがそういうふうに感じるということですねそういう意味で新しい時代精神というのは古文ズも含めてそういう抽象的な平和だとかそういうことじゃなくて命がつながってんだなとで平和っていいなというあ当たり前のところなんだけどそういう結論に。 出したなという感じがしてまがいます。ありがとうございます。あの本当にですね時間が迫ってまいりましたが江戸先生いかがでしょうか。はいありがとうございます。あのやはりですね今いろいろなご指摘を受けたかというふうに思います。まあどのような形で本当に平和とマーケットとまあマーケティングと言っていいのかもしれません。あるいはマネジメントといったことを考えていくかあるいは我々広島からですね。 こういった新しいパラダイムといったものを発信していけるかというようなことを、我々も研究者として、今一度考えていかなければいけないというようなことを強く感じた次第ですありがとうございましたありがとうございました えー、登壇者の皆様ありがとうございました、えー、今日はですね、えー、フランスとベトナムにつなぎまして、えー、このようなセッションを展開してまいりましたが最後にあの横山先生もお話になったようにですね平和っていうのは本当にあのかけがえがないで私たちの生きる力っていうのは非常にあのこれからどっちに向かっていくのかっていうのは あのやはり真剣に考えなきゃいけないなというふうに思いました、移ろいやすいんですよね、だけれども、あのどのように日々、日常で人間がその経済の中に、えー、または、えー、生きるという力の中で、その平和の中、平和を考え、取り戻していくのか、そういったことが今後、えー、経営学をもう一度再考するという意味で、非常にあの今日は興味深いお話になりました。で私たちあの ビジネス＆マネジメントスクールでございますから、実践地というものを大事にしています。で、あの提案提案ということで、日本は提案がとても得意なんですけれども、行動に移すことって不得意な国ではないかなというふうに思っています。今日は行動の,あの方々、ベトナムのホーチ・ーズン先生のベトナムの若いパワーと、それからずっとあの革命のようにですね戦い続けてきたフランスのマルク・アンベール先生、非常にし 思考の中で哲学の中でですね、生きるっていうことの意味を非常に考えさせていただきましたで、私たちのこのマーケティングピースマーケティングの方向もですねこれからあのこのような国際的な土壌の中で考えていきたいと思います今日は広島経済人の具体的な像を一歩つかみ始めたかなというような実感もしておりますこれでセッション7終わります皆様ご清聴ありがとうございました 吉川様パネリストの皆様大変有意義なディスカッションをどうもありがとうございました以上でセッション7を終了とさせていただきます